工房のクラフト漫才。はい、やってまいりました。前田工房のクラフト漫才、豆チャンネルの浩二です。今回はですね、井戸小屋作りに挑戦してみたいと思います。トリミングの回で出演した、うちの豆ちゃんの、小屋を作ろうということになりました。僕の中でいつか素敵な犬小屋を手作りで作ってみたいなとずっと思ってたんですね。というわけで今回お豆の犬小屋作りに挑戦してみたいと思うんですが、ここにイメージをまたね書いてみました。これ作れるかどうかわからないですよ。作れるかどうかわからないんですけど、こんな犬小屋ができたらいいなと思って書いたので、ご紹介します。じゃーん、こちら日本家屋風、古い感じの日本のねお家のような小屋ができたらいいなと思って、ちょっとイメージして描いてみたんで、これができるかわかんないんですけど、またね、珍しくね、見てください。設計図をこうやってね、設計図こうやって描いたり、寸法もこうやって測ったりして、こういう時、僕本気なんで、はい、なので、早速犬小屋作りに入っていきたいと思うんですけれども、いつもだったらホームセンターに行って木材とかいろんな材料を買いに行くんですけども、ビーンズキッズスタジオの近くに木版画屋さん、木材を取り扱ってる版画屋さんを見つけたんですよ。ご近所付き合いの意味も含めて、やっぱ近くのね、近隣の皆さんの経済を回していこうじゃないかということも含めまして、木材を購入したいと思います。それでは今から買い物に行きたいと思います。ちょっと日本家屋風なやつを作ろうと。小割りを3本と、小割りよりも軽くの方がいいんじゃないの、これだけ。感じなくて大丈夫。いや、重いかなと思って。これだけいろいろ絡んでると大丈夫かな、はい、3本の重さだよね。いや、すごい。このメーターだと散歩にとってもいい木です。普通市販で売ってる木って結構曲がったりしてるんですけど、一切曲がってないです。順調に作れるんじゃないかと思ってます。で、早速犬小屋作っていきたいんですけれども、今日はですね、素敵なアシスタントたちを呼びました。どんな働きをしてくれるか今から楽しみです。みんなを呼びたいと思います。みんな、カモン。ビーンズキッズのみんなです。どうぞ、クラフト漫才ね、みんなで楽しく犬小屋を作っていきたいと思います。みんな準備はいいかな、うん、いい、うん、はい、じゃあみんなで犬小屋作るぞ。
家ちょっとずつ。よっよっ、はい、オッケー、ナイス。おーおーおー、はい、ちょっとずつ食べます。よっ、はい、オッケー、ナイス。おい、ナイス。よっ、はい、はい、よっ、はい、はい、オッケさせたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。ありがとう。